阪城ステークスハンデチェックということでやっていきたいと思います。秘密結社フェガム創生発注でございます。まあ、このレース結構ね恒例のハンデ戦でステート競争だったっけなということでね、まあ、今回はハンデの変更がある馬が登録馬中のね8頭ってことで、まあ、そこそこね何頭か紹介すべき馬がいるんですね。まあ、なのでね非常に興味深いところというところで見ていきたいと思います。まずはですねエアファンディタ、この馬がね去年の落葉ステークス2月だったかな、オープン勝って以来オープン特別を勝った経験がある馬ということで、まあ、57キロ、まあ、あれ以来ハンデ戦出てなかったんかいというところですが、まあ、妥当な金量です。まあ、そしてエルプシャフト、両決馬ですね、確か。ビワハイジかなんかの子だったかな。まあ、あの JRA の、ね、在籍時は準オープンで頭打ちになって、まあ、準オープンの馬として考えたら53キロ。まあ、地方でね、そこから3勝を挙げて再転入の条件を満たして戻ってきましたが、賞金加算してオープンになっちゃったのかな。まあ、ただね、JRA での実績は準オープン。まあ、そして、まあ、そこでも頭打ちというようなところで1キロ減の52キロ。まだ妥当な金量です。まあ、そしてスーパーフェザー、3勝前、去年の小倉記念で54キロ。ってことは55キロのところを、まあ、金層不振ってことで、ハンデ1キロ減らしての54キロという金量になります。まあ、そして日本プロスクール、3勝前、23戦目でのオープン入り、まあ、持ち時計も平凡ということでね、オープン入り当初の、まあ、標準の金量55キロという金量になっています。まあ、そしてね、続けていきましょう。こちらね、後半。まずはバイオスパーク、4勝前、去年のメインステークスは57キロで出走していた馬なんで、そのままの金量だったら58キロ。ただまあ、金層不振ということもあってね、まあ、一気に2キロ減。まあ、間にね、ハンデ戦登録して、まあ、出てこなくて、そしてまた負け続けてというような、ね、階段があったものと思います。まあ、そしてプリンスリターン、オープン3連勝で、ね、58キロという金量が想定されてね、まあ、その金量になったんですが、その後長期休養を挟んでいるんで、今回この金量は厳しいなという気がしています。まあ、そしてラセット、まあ、去年の このレース55キロ、今年が、ね、56キロになるところが、まあルール上ね、全体的に金量1キロ増えたんで、56が妥当なところが、金層不振で1キロ減となっています。まあ、そしてワールドバローズ、オープン3着2回で、まあ、56キロ妥当ですね。まあ、オープン入り当初だと55キロですが、オープンで放送が続くと56キロ、まあ、妥当な金量です。まあ、以上ね、こういった形で、今週はね、メインチャンネル、フェガム TV の方ではトライアル2つ、チューリップ賞、弥生賞をやります。それ以外はその他ものものこちらでやっていきますので、それぞれチャンネル登録よろしくお願いいたします。